はい、加賀光正です。今回は簡単な、メロディーを弾けるようにしようという話です。ベースを弾いていると何年やっててもバッキングばっかりやってるとメロディー弾けない、全然思ったより弾けないっていうことがよくあるんですね。で、これってまあ単純に弾いた経験が少ないのでメロディーを弾く時の技術感っていうのが、手が覚えてないということです。なので、簡単なメロディー短いのでいいので、弾くようにしていくと、そういう感覚、まあ、ソロまで通いのがつながっていくので、便利だと思います。で、例えばそうですね、こんなやつとか、桃太郎さんです。ソラソソミソソミドレドドレレミミレミミラダソドドソミミラダソソミレド、まあこんだけですね。別に音階を覚えてなくてもいいんですが、覚えた方が、この指板の、場所も覚えますし、音階的な距離感、ドとミドミソドソミドとかそういったのも覚えます。で、指が、その音階の距離感、音程感の違い、よっとドミとかソドドソミドっていうのを覚えてくれるので、意外とトータル的に役に立つことが多いんです。というわけで、今回は簡単なメロディーを弾けるようにするという話でした。加賀光正でした。それではまた。